はい、中井明彦です。今日はですね、日産の新型セレナ e パワーに、試乗したいと思います。この車が最初なんですけども、まあ、ルキションっていうね、新しいグレードで、より高級感のある走りと、それからプロパイロット 2.0 を搭載したということで、その辺も確認しながら試乗してみたいと思います。ということで、新型セレナのね、最上級モデルルキションっていうのに乗ってます。従来ハイウェイスターっていうのはありましたけど、それをさらに上を行く、まあ、新グレードっていうことで、この新型、セレナのトップグレードになってます。この車の特徴は、まあ、外観もそうなんですけども、プロパイロット 2.0 が搭載されたということで、かなりね、高度なドライブアシストが可能になっているというふうに、言われています。後でちょっと、まあ、プロパイロット 2.0 を試してみようと思いますけども、基本的に e パワーの方はエンジンが、新型の、3気筒 1.5 リッターで、これは新設計のものですね。クランクシャフトやなんかが強化されて、でモーターのパワーアップも図られているので、まあ、従来、既存のエンジンやらモーターやらの組み合わせで e パワー化していたのが、今回もう完全に e パワー専用設計のエンジンと、モーターパワートレインになったということですね。で、リチウムイオンバッテリーを搭載していて、その重放電制御が非常に高度に行えるようになったというふうに紹介されています。実際乗ってみるとね、まあ、非常に力強いトルク感と、あと、まあ、高速、今高速道路走ってるんですけども、高速走行性の、まあ、静かさとか、安定感、直進安定性の良さ、そういったものが感じられます。でプロパイロット 2.0 今これオンにしてやっちゃえ日産みたいなことを試してるんですけども、まあ、ハンドルからこう手を離しても、自動で、走ってくれるということが許されるようになったということですね。で目的地を設定していればですね、そこまでの地形とかナビゲーションの情報とか、あと交通渋滞とかそういうのも勘案して、バッテリーの重放電自体も制御してるということで、例えば下り上り下りがあるんだったら上り区間で放電して、モーターのパワーで上って、下り坂でまた回生を強めるということを自動的にルート上で行えると。それから目的地周辺の、まあ、500メートル手前ぐらいからは EV 走行できる。さらに再出発時に EV 走行で出発できるようにバッテリーの容量、充電容量の残量をマネジメントしてくれると、そういうような機能が備わったということですね。でここはまあ120キロ高止め高速区間なので、今120キロで設定してるんですけども、まあ、このように、正確にスピードを乗せて走ることができるので、まあ、ドライバーの、まあ、負担軽減という意味では非常に役に立つかなと思います。ただ前方にこう遅い車とかがね現れた時に、まあ、車線変更もまあアシストしてくれる。ステアリング上にボタンがあって、これを押していると自動的にウィンカーが出てですね、アシストしてくれると、まあ、そういう装置が備わっています。今こうやって速い車が通過するのを待った上で自動的に車線変更して、走行ライン乗れるという、まあ、非常に機械がね、周りの交通状況を見てるので、うっかりミスっていうのはないですよね。そういうところは機械の持つ強みだと思います。まあ、多分これを車線変更するときはステアリングに手を添えていないと、
追い越し、レーンチェンジの機能はできないので、まあ、ハンドルに手を添えてるっていうことが条件になるので、その手放しで運転できる状況とそのハンドルに手を添えなきゃいけない状況っていうのが結構煩雑に介入してくるのでね、まずそこのところは完全自動っていうわけにいかないですよね。まあ、そういったところがドライバーがどこまで慣れることができるかっていうところで、この装置の利便性っていうのは決まってくると思います。あと今ここちょっとお天気の関係かな、時速100キロに制限速度が変わったんですけども、制限速度が変わったときはそのクルーズコントロールの速度設定も変更しないと、手放しでのアシストはしなくなります。常に速度制限の表示をモニターしてて、それの範囲の中で行える機能だということですね。で、まもなく高速のインターを降りるんですけども、それに際してもこの車線変更のスイッチを押すことで、自動的に、降り口に近い方のラインに、移動してくれます。結構フロントウィンドスクリーンモニターのところにいろんな情報がね、特にこのプロパイロット関係に関しては表示が出て非常にそれ見やすいですね。あとここに、まあ、ついてる単眼、カメラが、ね、従来三眼だったのが単眼になって精度が上がったっていうことで、その辺もヒーターをつけて雪を付着をなくしたりとか曇りを取ったりっていうことでカメラの精度を維持する仕組みも加わってるっていうことです。でちょっと乗り心地がね、ちょっと路面の荒れてるところへ行くとサスペンションのフロアが結構ドタバタとして振動が感じられて、乗り心地的にはそういう面ではあんまり良くない印象なんですよね。結構見た目のこの高級感とか素材の良さとかそういったところはすごく従来のモデルに比べて進化してるんですが、ちょっと路面の荒れたところの乗り心地という面意味ではね、少しばかり不満を感じるところがあります。まあ、そういった機能が、常に周りをモニターしててアシストしてくれてるんですけども、その現在のアシストの状況を逆にドライバーが常に意識していないといけないので、そういう意味ではちょっと疲れちゃうかな。慣れるのに相当これは時間がかかると思うし、おそらくですけどこの万能ではないんですよね。ものすごいガスが立ち込めてたり大雨が降ったり雪が降ったり、あと路面が工事しててこの車線が見えなかったりとかね、そういういくつかの条件が重なるとその機能をしな保てなくなったりすると思うので、それでもその車は走り続けてますから、そういった一瞬を見逃してしまうと、まあ、事故につながりかねないのでね、やっぱり完全に機械に任せるっていう状況にはもちろんまだ全然至ってなくて、ドライバーはその機械が認識している以上に周囲にこう意識を巡らせて対いつでも対処できるような状況になっていなければいけない、まあ、そういうレベルですね。まだね、今高速道路の降り口が近づいてきたので自動的にウィンカーが出て車線変更してくれます。で一瞬でもねちょっと手離れたりなんかするとアシストがやめてしまうので、そこは注意が必要ですね。今これブレーキも自動的にかかってて、
るんですけども、今ここでね、ライントレースの制御がなくなったので、ハンドル自分で操作しなければいけなくなりました。そういった切り替えがちょっとね、分かりにくい。ちょっと変なところで急に加速したりとか、減速すればすべき場所で、減速しなかったり、そういう細かなマッチングの違いがちょっとドライバーに対してストレスかかったりしますよね。まだまだドライバーが自分で運転してた方がね、本当に、そういう意味では楽でなんですけども、まあ、こういう過程を得てどんどんこれがレベルが上がっていくんでしょうけどね。今これで 100% 満足できるかって言ったら、ちょっと満足度はまだそこまでいかない、まあ、60%、70% ぐらいかな。特にその車線変更に関してはまだまだ熟成が必要に感じますね。これ今オートパーキングをしてくれてます。駐車枠を見つけて、周辺のナビゲーション情報から自動的にパーキングしてくれてます。これはねかなり便利になりました。でちゃんと止まったらパーキングにスイッチ P にスイッチ入りましたね。まあ、シフターがボタン式になったので操作性もいいんですけども、それをいじらなくても自動的に駐車してパーキングボタンに入る、これは素晴らしいです。新型セレナルキションに、試乗してみました。ちょっとねこのサイドのこういったラインシュプールラインって言ってるんですけども、その辺は従来モデルからこうキャリーオーバーしてて、特に人気の高かったフロントのね、ウィンドウ、横のウィンドウがこう下に下がっていくような、独特なA ピラーの周り、その辺のデザインも踏襲してて、でもほとんど全てのパーツが新しくなったということで、まあ、新型の走りになっていると思います。で特に E パワーのパワートレインがね、エンジンもモーターも含めて、新設計新開発されたもので、それとプラスしてプロパイロット 2.0 っていうのが備わったことで、よりそこのセレナの、ね、魅力が高まったと思います。まあ、走りの方はちょっと若干路面の荒れてるところだと足回りが硬くて乗り心地的にはちょっとどうかなっていうふうに感じる部分もあるんですけども、まあ、高速道路で非常にフラットな路面、綺麗な路面で、走ってる分には非常に静粛性も高くてね、快適な乗り味でした。まあ、この車がいわゆるミニバン市場で、さらに日産の大きなマーケットシェアを誇る車としてね、すでにもう受注的にもかなり台数もいってるみたいですし、それも乗ってみたら実感として理解できるなという、そういう乗り味でしたね。